海と日本。6月室蘭の海にあの人気者がやってきました。姿を現したのはイルカです。このカマイルカですが、出産や子育てのために来るんですね。運がいいと赤ちゃんのイルカも見ることができます。ガイドをするのは伊藤京香さん。クルーズ船の船長として海の魅力を乗船客に紹介しています。室蘭なんていろんな船が出入りしますので、その辺の状況とかもリアルタイムでお伝えしたいし、都度海の状況だったり生物の状況が変わりますので、そこを詳しくお伝えできればいいなっていう思いがずっと強くあったんです。自分でマイク持っちゃいました。イルカに会える確率は 90% 以上なんだとか。マイクを片手に素早く船を操り、イルカの姿を捉えます。思ったより近くにまで来てくれたのですごい興奮しました。船長を夢見たのは3歳の頃。私の父が船を作って、その船で仕事をするような人だったんです。で、船乗るときはもちろん船長として乗りますので、海の男ってすごいかっこいいんだなって小さいながらに思って、自分もそのかっこいい人になりたかったっていうのがきっかけです。高校生で小型船舶操縦士を取得。卒業後すぐに父が営む会社に入り、クルーズ船の船長になりました。出航前の安全点検、船長の大事な仕事です。船体とか、あとエンジンとか不具合がないかだったりとか、お客様が通るタラップだったり、船以外のところの点検もあります。鉄の町とも呼ばれる室蘭。工場に明かりが灯ると海は幻想的な雰囲気に包まれます。いや、海すごい綺麗だったよね、楽しいよね海って、って言って室蘭にまたお越しいただくっていうことが、まあ、私のやってる意味なのかな。海と日本。動画をご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。